戦闘潮流。1938年、ジョナサンの孫ジョセフは祖父の代からの宿命に導かれて柱の男と遭遇した。柱の男たちは謎の宝石エイジャの石石を求めていた。彼らが石石を手に入れればこの世界は蹂躙されてしまうだろう。強大な敵に対抗するため彼はセペリの孫シーザーと一緒に波紋の達人リサリサの下で本格的な修行を開始した。今度は島か。波の音が聞こえるか。ここはエアサプレーナ島か。ジジイ、知ってる場所なのか。50年前わしが波紋の修行をした場所じゃ。懐かしい。久しぶりに波紋の呼吸をしてみたりして。じゃあ案内できるんだな。もちろんじゃ。と言いたいところだが、何せ50年前じゃからな、ちょっと記憶が曖昧での。やれやれ。お、あれは徐々、もうバテたのか。いや、そこに誰かいるぜ。何？おお、あそこにおるのは間違いない。我が友シーザー、シーザー・テペリ。はあ？なんじゃ、この汗臭そうなガキは。なんだ？この薄汚ねジジイは。お、わしか、これ。50年ぶりに見る自分の昔の顔って変な感じじゃ。ジジイ、このとっぽい野郎が若い頃のおめえなのか。トッポイとは何じゃ。何こそこそ話してやがる。お前たち何者だ。この島は私有地だぞ。シーザー、ジョジョ、リサリサ先生、不審者を見つけました。まさかとは思いますが、
柱の男の手のものかもしれません。あなたたち二人は死ななくてはならない。今すぐに。なんという殺気に満ちた波紋。先生、一体どうしたというのです。やれやれ、早速異変が始まったみてえだな。おい、シーザー、なんだかわからねえがやべえぜ。今の攻撃は本気だった。しかし、リサリサ先生が、なぜ。さっさと構えろ。はっ。元気そうじゃないか。大した成長ぶりだな、ジョースター。なぜドイツの軍人がこの島に。まさかおめえは。シュトロハイム。ジョジョ、地獄から舞い戻ったぜ。メキシコでコッパみじんに爆裂死したはずのシュトロハイムが俺の目の前にいる。ドイツの医学や科学にはとんでもねえ技術が隠されていて、戦争に備えているというが、それで命が助かったのか、シュトロハイム。違うな、ジョジョ。違うの。俺はあのお方の力で蘇り、さらなるパワーアップを果たしたのだ。すなわち人間どころか、あらゆる存在を超えたのよ。パーフェクトシングシュトロハイムの誕生だ。何を言ってるのかさっぱりわからねえ。だがリサリサとシュトロハイムがつるんでる時点で異常な事態ってことははっきりわかるぜ。覚悟してもらうぞ、ジョジョ。仕方ねえ、シーザー、戦うぞ。やむを得ん。向かいします。未熟な波紋使いたちには死を。この俺を讃えるのだ。オープンだゲーム。シャオ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 
無駄にはしない。よし、取った。頼んだぜ、任せとけ。ダメ、このままでは。お許しください。先生、一足早く最終試練クリアってとこか。むぐぐ、やるじゃないかジョジョ。リサリサ先生、大丈夫ですか？シーザー、バカ野郎！不用意に近づくと波紋を食らうぜ！先生をこのままにしておけるか！解放しなくては！ドキヌ。何？私はどうしていたの？先生、正気に戻られたのですね。おい、おめえ、今何をした？俺たちはこの聖なる遺体を探してる。この島のどこかにあることは分かってる。そいつを探して。はあ？質問の答えになってねえぞ。リサリサ先生、リサリサ先生を戻してくれたことに関しては礼を言おう。だがここは私有地だ。勝手に動き回ることは許さん。ジョジョ、彼らについていてくれ。俺はリサリサ先生を部屋にお連れする。わしも手伝おう。
結構だ。どうやら敵ではないようだが、不審者であることに変わりない。先生、失礼いたします。おれじいさん、邪魔だぜ、下がってな。今波紋を感じたぞ。このじいさん、波紋使いか。いや、それよりも、なんだこの感覚は。俺はこのじいさんを知っている。いや、このじいさんの波紋を知っている。ジョジョ、先生をお運びしたらすぐに戻ってくる。おい、じいさん、何者だ。あんたが波紋使いなのは分かった。だが、あんたの波紋はまるで。じいじい、ああ言ってるぜ。説明してやりな。またわしが言うの？おめえ以上に適任がいるか。そうじゃな、自己紹介からしようかの。わしはジョセフ・ジョースター。にゃに？こっちのとっぽいのはジョータロー、わしの孫じゃ。ふん。わしらこの時代から半世紀未来からやってきたんじゃ。にゃんだと？いきなり何を言い出すのかと思えば、未来から来た？頭パープリンなのか、おめえら。そうじゃろうな。こんな話を聞かされたら誰だってそういうリアクションすると思うよ。じゃがこれを見れば有無を言わさず信じるようになるはずじゃ。わしらが時代を旅しているということをな。ジョータロー、カメオ。おい、スピードワゴン、ちょっと来てくれんか。何？スピードワゴン？おう、呼んだか。ギュッ！亀から人が出てきた。しかもこの顔はエリナおばあちゃんの昔の写真で見たことがある。ん？そのあんちゃんは。若い頃のわしじゃよ。今のわしらの状況を理解してもらうためにあんたの顔を見せたかったんじゃ。へえ、ジョースターさんにそっくりだな。ちょいと話をしてみてえ気もするが、俺は今ジョースターさんがしっかり休めるように身の回りのお世話してて忙しいんだ。また後でな、ジョセフ。
ブルシャーク。幽霊なんかに出会うよりももっと奇怪な遭遇。ヤングスピードワゴン。そして未来から来た俺と抜かすジジイが目の前にいる。どうかな。まあ急に理解しろと言われても無理と思うが。いや、もういい。分かったぜ。あんたの波紋、それにスピードワゴン、とても信じられねえが、信じねえわけにはいかねえ。それであんたたち、なぜここに来たんだ。遺体がどうとか言ってたな。うん、わしらは。なんだてめえ、何してる。はって、いねえな。この島には激マブの女がいるって聞いてたからよ。会えるのを楽しみにしてたんだが。ああ、てめえ、その面は、ホルホース。よう、ジョータロ、覚えていてくれて嬉しいぜ。聖なる遺体を奪い取り、俺たちの邪魔をするてめえらを消せってよ。つべこべ言ってねえでさっさと来な。して手柄にするぜ。なあ、ジーガイルの旦那。俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。やれやれ、騒がしいジジイだぜ。オープンだけ。いいもん拾ったぜ。うわっ、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 ハモンの悪用でかかるよ。やりやがったな。任せたね、旦那。くそ、俺は頭きせんだぜ。くそ、く
鬱陶しいぜ、ジジイ。おい、なぜ俺たちを狙う？おめえらも遺体を集めてるのか？知らねえってのは滑稽だね。あのお方がおめえを狙う理由だと？そいつは言うまでもねえことだぜ。待ちやがれ！あわよ、ジョータロウ、ジョースター！この島の美女によろしくな。会えなくて本当に残念だぜ。シュトロハイムと同じように消えやがった。ジョジョ、どうした？お前たち、やはり敵か！違うぜ、シーザー。そうじゃねえ。なんて言えばいいんだ。説明するのめんどくせえぜ。この連中は客だよ。久しぶりに会ったんで、うっかり忘れてたが、俺の知り合いだ。知り合いだって？おい、ジョジョ、お前何かごまかそうとしてないか？この島は人の住むようなところではないらしい。面白そうな闘技場のようではあるが。何？隣の島だったか。エイジャの石石を持つ女がいるという島は俺一人か。カーズたちはまだ石石がこの地にあることを突き止めておらぬようだ。てめえ、もうリサリサのことを突き止めて追ってきたのか！エシリシェ！
ほう、そうか、お前も今着いたところか。ワムーエオ。な、ヘシディシ様。おー、ナオ、こいつはヤバいぜ。ワムーまで来やがった。柱の男が同時に二人。オーノー、エシディシだけじゃなくてワムーも。恐れながらカーズ様、すでにご到着なさっています。おう、カーズ、お前も来たか。は、柱の男が一度に三人だと？こいつはヤバい、冗談じゃねえ。オーマイガッド、カーズまでやってきよった。どういうことじゃ、わしの知る過去とは違っておるのか。カズ、カズ、石石はここではない、隣の島だ。うん、そのようだな。ではそこのゴミを始末してから乗り込むとしよう。カーズ様、エシディシ様、あのジョジョという男と私はローマで決闘の約束をしました。ぜひ戦いの許可を。待て、ワム、あの男、それなりの波紋使いに成長したようだ。まずは俺が遊ぶ。ならぬ。二人とも、我々の目的はあくまでエイジャの石石を手に入れるということを忘れるな。奴らの処理など吸血鬼どもに任せればよい。吸血鬼だと？ちょうどいいぜ。ここでの修行の成果を試すチャンス。吸血鬼ごとき、ひとまとめにして倒してくれる。やってやるぜ、てめえら！胸口を叩く。呼吸を整えろ。オープンザゲーム。そいつらを始末しろ、吸血鬼ども。ゼルス、リバックを。ゼルス、リバックを。グー。よし、取って。
その調子だ。任せろ。このまま全員叩き潰すぜ。よし、取って。うわっ。クリバック。呼吸は正常。疲労もねえ。最高の呼吸を維持できるぜ。流し込んでやる。クリバック。クリバック。そりゃそりゃシャボンタタジェレクス見てうわジェレクス今のロケット修行の成果を実感できる。俺たちの波紋は強くなってる。一月前までは確かに半人前の波紋使いどもだった。よもや吸血鬼どもの群れを数分足らずで片付けるまでに成長するとは。にやり。ワム、失笑でした。カーズ様、いいだろう。ワムは許す。奴らと存分に戦うがいい。ああ、かしこまりました。エシディシ、お前も一緒に戦え。そう来なくてはな。ジョジョ、そしてシーザーよ、認めよう。お前たちは強者だと。今ここでやるってんなら相手になるぜ。される資格はある。ひよっこども楽しませてもらうぞ。オープンザゲーム。波紋の悪用ね。シャボンタタ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 あのエシディシ様が風の…シャボン！くらえ！ムガバーン！
モードを使うまでもないか。波紋の悪用で流し込んでやる。引っかかったな。確かな成長の手応えを感じる。通用するぞ、俺たちの波紋が奴らに。俺とワムーが二人がかりで攻めきれんとは。そこまで。エシディジ、ワム。戦いを楽しみすぎるのはお前たちの悪い癖よ。エイジャの石跡を目前にしてこれ以上の時間をかけてはおれん。波紋使いども、ここからはこのカーズが相手をしてやろう。今度はカーズかよ。願ってもないこと。ジョジョ、肩をつける。ちょっと気合い入りすぎじゃねえか。カーズ、セペリ一族の誇りにかけてお前を倒す。セペリ一族だと知らんな。オープンザゲーム。デレクス、リバクオーバーサクアスメラ。デレクス、アモンスクラクロハイ。準備はいいな。動かなきゃいいんだよ。少しはやるようだな。どうした、シーザー。落ち着け。俺は冷静だ。お前こそ臆したか、ジョジョ。勝てばよかろうなのだ。シャボンか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 。
てばよかろう。動かなきゃいいんだよな。準備はいいな。やれるぜ。カーズ、この世から消し去ってくれる。どうしたんだシーザー、急に人が変わったみてえに。これほどまでに成長しおったとは。いかん、柱の男たちと戦ったわしにはわかる。この二人ほんのわずかだが、波紋の練度がまだ足りておらん。リサリサ先生、不穏な気配を感じてきてみれば、こんな夜中にマナー知らずの訪問者のようね。ほうほう、これで波紋戦士どもが揃ったというわけか。カーズ、ワムーよ、もう一暴れと行くか。是非もなし。シーザー、ジョジョ、ここで迎え撃ちます。はい先生。まずい、さっきまでは奴らも小手調べじゃった。だがもし本気の戦いとなったら、このまま柱の男どもと総力戦になっては負ける。やべえぜ、リサリサは平気なふりをしてるが、まだ回復してねえみてえだ。今ここで乱戦になるのはやばいぜ。リサリサのことシーザーは気づいてねえのか。待て、カーズ、ここで戦って仮にお前らが勝ったとしても、絶対に石石は手に入らんぞ。なんだと？この老人、なぜ石石のことを知っている？わしらが石石を何の策もなく放置するほどの間抜けだと思うのか？石石は特殊な金庫に隠されとってな、定時ごとにわしたちの誰かがそこへ通わねば、石石は次元装置で爆破されるようになっとる。おいぼれ、はったりはやめろ。小さな爆破じゃが、石石に傷をつけるには十分。
その通り。俺たちが死んだらボムよボム。リサリサ、あんたはまだ異変に巻き込まれて調子が戻っていない。波紋使いの戦いにおいて呼吸の乱れは致命的。客人、お言葉を返すようだが、奴らが揃っている今こそ好機。ここで戦わなくていつ戦うというのだ。シーザー、お前焦ってるな。何を焦っているんだ。落ち着いて考えてみろ。焦ってなどいない。これは決着だ。は？石仮面のために死んだ俺のじいさんとお前の祖父の代からの因縁に決着をつける。俺は奴らをぶっ殺す。決着だと？てめえ、ジジイがどうしたって言うんだ。おい待て、ジョセフ・ジョーサー、それ以上喋るんじゃない。くだらねえぜ。50年前の死人なんかを持ち出すな、このバカ。なんだと、ジョジョ。会ったこともねえ先祖の因縁なんか。黙ってろ。ジョセフ・ジョースター、お前さん、ちっとばかし人より頭が切れると思っとるだろうがな、わしからすればまだまだひよっこじゃ。なんだと、このじじい。世の中にはお前の知らんことも多い。それを知る前に軽率に言葉にしては必ず後悔することになるぞ。君も冷静になりたまえ。無茶をすればどんな勝負にも勝てんぞ。これは俺の血統の問題だ。セペリ一族の問題なのです。カズが目の前にいるのに一族の恨みを晴らさないわけにはいかない。君の一族を思う気持ちは尊い。じゃがな、同じように君を思うご家族や仲間のことも忘れんでやってくれ。万一のことがあっては残された者の後悔は深い。君にはそういう覚えはないかね。だからといってこのまま引き返すわけにはいかん。あれ、おかしいの。勘違いじゃったか。わしが聞いた話じゃと、確か33日後にローマで戦う約束だったような。
そういう風に聞いたように思うがの。まだ6日も猶予があるのに、なぜそんなに戦いを急ぐ。やはりこの二人の成長の速さにビビってるということになるのかな。そうよ。今の戦いで確信したね。あと6日もあれば、俺とこのシーザーは。お前ら3人まとめて干渉するくらい強くなってみせるぜ。いいだろう。くだらん挑発だが乗ってやる。我らにとって6日など瞬きにも及ばぬ。そのわずかな時でいかほどのことができるか見せてもらおうではないか。行くぞエシディシ、ワム。おい、おいぼれ、お前も波紋使いか。俺はお前とも戦ってみたくなったぞ。お望みとはあらばな。6日後に会おう。冗談じゃない、さっさと行け。お前らの相手なんぞ二度とごめんじゃ。楽しみにしているぞ。ジョジョ、腕を磨き、さらに強くなれ。このアムーが殺したくてたまらなくなるほどに。ちくしょう、奴ら好き勝手なこと言いやがって。だがなんとかしのげたぜ。大丈夫か、リサリサ。ところで、
あなたは誰なの？わしか？そうじゃな。何から話をすればいいのか。ま、詳しい話は中でしよう。城太郎！さ、こちらへ。シーザー、ええ、ジョジョも一緒に。共鳴か。近くに聖なる遺体があるようだな。おい、ちょっと出してくれ。おい、おめえ、これはどうなってるんだ？亀の中が部屋で何人もいて、わけがわからねえぜ。さあな。俺も詳しいことは知らん。それよりもそこの遺体を取りな。ああ、遺体だと？なんだこの光は。よし、遺体が手に入ったぜ。で、
カサカサして妙に軽くて気持ち悪いぜ。大切に扱いな。偉い聖人とやらのミイラだぜ。なんだと？そんなこと言われてもピンとこねえ。そうだ、いいこと思いついたぜ。シーザーに見せて嫌がらせしてやるもんね。騒がしい野郎だ。